ソムリエ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリエの哲也とスーパーソムリエの小野塚とイタリアンバーレル池田です。よろしくお願いします。池田さんです。、はい、今日は、王子にあります、はい、イタリアン、お店の名前をイタリアンバール L です、はい、で、撮影させていただいてます。よろしくお願いします。あのイタリアのこの池田さんはしょっちゅうソムリン TV にもね、はい、あの新会で、はい、あの見てらっしゃる方は、はい、覚えてらっしゃると思いますけど、はい、そこのお店に今日は、ね、お邪魔しております。いきなりお邪魔することになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。急遽すいません、はい、よろしくお願いします。さあ、ワインの定期便、4月号ですね。4月号第1週1週です、ね、1週目でございます。来ました。もう1年経ちましたね。あ、やはり春、春ということもございまして、まずはロゼから。やっぱここ花見ですかね。インポーターさんはアトレさん。アトレさんです、はい、4月はアトレさんとやらせていただきます。まず1本目、オリビエカズナール、そうですね、オリビエカズナールシャトードベルが作るエシャペペルロゼ。エシャペベルロゼ、なんか同じ。エシャペってなんだ、エシャペってなんかちょっと気になるけど、はい、こちらでございます。発生させていただいて、お願いします。ヴィンテージがこれノンヴィンテージになってるんですよね。あ、2020とかじゃないんですよ。なんかね、これね、シート上ノンヴィンテージで書いてあります。そして、1800円ですね。ボルドーロゼ1800円。さあ、どんな感じなのか。じゃあね、ちょっとどういうところで作ってるかちょっと、まあ、ちょっとこのシート読んでみます。オーナーのオリビエカズナーブ氏は17歳の時に1本のポムロールワインと出会い、ワインの、そうです。フランスって何時？何時？16？ うん、ですかね。言ってなかったら書かないですね。日本じゃアウト。日本じゃアウトですね。はい、ポムロールワインと出会い、ワインの素晴らしさに目覚める。大学では政治学を学ぶも、ワインへの情熱は抑えきれず。結構こういう人多いよね。卒業後はワインの世界へ飛び込む、ガビスト、バイヤー、クルティエ、ワインの生産者と販売者の仲介といった仕事を10年間経験後、プピーユのフィリップ・カリーユ氏紹介でシャトー・ド・ベルを購入。なるほどね。2003年ヴィンテージが初リリースにかかわらず、ワイン国、フランス国内の専門誌ラ・ルビュ・デュ・バンド・フランスで最高得点を獲得。その後パリの三つ星レストランジュルジュサンクでオンリストされるなどの一躍シンデレラワイナリーとして専門誌に取り上げられる。しかしワインへの情熱はとどまることを知らず、バリックでのマセレーションを施すポムロール複数ヴィンテージのカベルネフランをブレンドしたフランドベルルーシャで友人とグルナッシュの可能性を追求するなど、さまざまな新しいことをチャレンジしている。ドルトーニュ川から近いところに畑があり、下の害が、捨てがれ、有機栽培にてブドウを育てやすい環境にある。うん、すごいですね。化学肥料農薬は使用していない、醸造時にも2、3回用は不使用。のこの子もう本当ザ・ビオですね。醸造時にはとても小さなタンクを使用、カフを浸積させる時にこのタンクで時間をかけて成分を抽出する。樽にも非常にこだわりを持っており、225リットルと500リットルの2種を使い分けており、各樽で6から12ヶ月熟成させる、果実味を生かすことを最優先に考えている。長えな、意外と良い年でも、樽熟成を控えめにしていると。まあとりあえずいろんなところでもそれってすごいいいワインでしたよと。ワインにハマってるのがめちゃめちゃ早い。早いね、素晴らしい、楽しみです。じゃあ飲みましょう。味は結構しっかりしてます。うまいね。うまいね。うん。よくできてる。これ1800円のロゼで。苦味もある。あ、美味しい。ほら、美味しい。あれ、素人っぽい。あら、プロだよね。言って思ったけど。そうなんですけど。美味しいよね。うん、なんかこう、美容美容しくもないし。そうです。全然そういうニュアンスないですね。ほんとフレッシュないちご感といいますか、なんかいちごジャムじゃない、これはフレッシュないちごだと思います。綺麗ですね。綺麗綺麗。12.5、度数もそんなに高くないから、サクッと飲めちゃいます。あ、これはうまいわ。はい、メルロ
100% でございます、うん、それもセニエですね。セニエこれこれこのスタミナ大体ダイレクトプレスのイメージがあるけど、うん、セニエということだよね。色はあまりと薄いですよね。薄いよね。これはグイグイ飲めちゃいますね。サクラを見ながら飲みたいね。サクラを見ながらね。これほんとグイグイいっちゃうな。いかんかん結構いかんぞこれ。これほんと水のように飲めちゃうね、うん、我々にとっては水ですね。うまいですね。命の水、命の水。いやいいですね。ということで、じゃあどんなところで作ってるかを見てみましょう。はい、ボルドー、ボルドーですね。ギュ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 と行くとアントルドメールですね。あ、川の内側、一応そうですね、ドルドーニュ側の、左岸になりますね。おお、もうすぐ近くがポムロー。はい、もうここポムロー。サンテミリオン、ここ。あ、そりゃハマっちゃうかもしれないですね。ハマっちゃうよね。それはハマっちゃうよ。仕方がないね、これね。場所柄、メルローの作がよくできる。うん。ね、そうですね。メルローできそう。ちょっとどんなところで作っていこうね。一応、いつまではありそう。もう川沿いなんですね。もう川沿いです。ちょっと一応。あ、ここに。シャトードベルって書いてあります。ドベル。ドベルです。いいですね。遠くに。あそこが。てか、これでシャトーって言っていいっていうのが、なんか、まあ、城っていうね。まあ、なるほどね。まあ。いろんな城がありますからね。そうです。ある人と自分の城になる。そうそうそう。確かに。なんか、実際日本でもさ、まあ、すごい、庭園に作られた、なんか、砦みたいなのが城っていうのもありますしね。うん、本当に天守があるとかも城もあるし、まあいろいろとありますよね。あ、いいところでね、こう見るとね、うん、開けてて、川のすぐ近くで霜害がない、少ないっていうところがね、素晴らしいですね。キューワインとかもできそうですよ。ね、ちょっと見てみましょう。ちょっとこう近くでね、結構でも行ける、行けるっぽいよって近くに見えましょう。なるほど。ここ、うん、どちらかというとドメールみたいな。大黒くんになんかパッと見ドメールみたいな。あります。ありますよね。ブルゴーニュ感があるよね。なるほど。ちょっともう一個ちょっと、もうちょっとなんかこっち側に見ましょうか。これ中が見えるのかな。お、おお。そう、本当にもう川沿いなんだ。すごい、ほとりでワインを飲みながら。ここいいね、行きたいね。楽しそうじゃん、ここ。めちゃめちゃ雨降ったら怖いですね。増水ね。確かに。流されるかもしれない。もうちょっとじゃあ、もう一回飲んでみて。こっちは、あ、もうほんともっと川にすぐ近く遊びに行きたい。あ、このワンちゃんたちがね、いるっていうね。なんかさ、やっぱりこうフランスのワイナリーではさ、このワイン、ワンちゃんたちがね、こういうのがいいよね。かわいい。はい、こんなところで作ってる、そんなワインでございました。その写真もね、ぎゅっと見ますと。はい。はい。ナイスガイがいますね。これは、あ、シャトー感ありますね。ああ、シャトーですね。ちょっとかいいよ、ね、いいね。こういうところでいいね。こういうところに住んでみたいね。ワイン飲みながらボケーとしたいですね。ね、ほんとボケーとね、こういうところでねしながらね、ゆっくりしたい。はい、ということでございました。ということでポイントつけましょうか。そうですね。じゃあイケポお願いします。イケポ、イケポ、俺に占い、ちょっとソムリンポイント、はい、イ、え、僕たちが先でいいんですか。基準がないよ。じゃあソムリンポイントいきましょうか、はい、いきます。ソムリンポイント、せーの、 3.1 でいきましょう。1800円3.1だからね。いいですね。素晴らしい。これ本当にこれ買いだね。あの、ぜひね、和食とかもね、非常に合わせてほしい。チャーミングなこの酸味だったりとか、このフレーバー、まあやっぱりちょっとまあ小さな花の香りとか、
そういう風のをしますので、いろんな食事も非常に合わせやすい、もう本当にいいワインだと思って。さあ、イケピーお願いします。いつものソムリエ見てる感覚で言ったら、意外とポイント高かったみたいな。そう、ポイント低いソムリエで有名の。いや、そういうわけじゃないけど、いろいろ加味した結果 2.7 ぐらいかなと思って、うん、3.1 高得点だなと思って。本当、辛口だね。イケピーは。イケピー辛口だね。優しい。優しい。いや、本当に美味しいワインでございます。うん、まあ、これにね、どんなものを合わせるかね、うん、次の動画で、ご覧いただければと思いますので、ぜひお楽しみに。はい。ぜひ、いいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。次回はマリアージュでございますけども、はい、楽しみでございます。はい。楽しみに。では。